赤コーナー、北京人コカンド、長谷に風へ。今日は大森と組んで赤コーナーに登場いたしました、長谷に風へ。そして相変わらず多くのテープが飛んでおります。大森ゆかり先生です。北京人コカンド、メキシコの今ナンバーワンレスラーに成長しておりますスレイバ。今日はご活動名のダンプ松本とコンビを組んでの登場です。いやダンプに対しても数多くのテープが飛んでおります。やはりダンプに対するファンの反応というのが宮本さん違ってきましたですね最近。そうですね、はい、微妙にねやはりなんて言いますかファンにとってもいい敵別と言いますかね、はいはい、そういう思いがあるんですよね。そうですね、まあ、いつもダンプが登場してまいりますとね大体ファンの人たちはねテープを投げるなんてことは絶対しなかったんですけども ね、そしてまた、半分怖いんですけどもダンプの暴れっぷりというかこういうのも見たいというファン心理が伝わるに違いありません。そう試合が始まった。そのファン心理に応えるように早くも場外戦になったダンプ松本鉄柵に長堀を差し付けております。あーっと徹底的スナイプいやーミユキちゃん大丈夫だったか。マイクロフォンがめちゃくちゃになりました。ちょっとこのところ油断をしておりました放送席決定的なダンプのまた放送機台に対する攻撃が始まっております。いやそしてですね今日の相手は大変です。特に長堀が標的になっているようであります。今度はですね放送のカメラの後部ですよ。これそれはちょっとねあまり使ってもらいたくないんですけども長堀が今放送席の前に立ち付けられました。あーっとものすごいダンプ松本あーっと何かやられてますね。あーっといや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 マスクをつけた選手も登場しておりまして放送席徹底的に長堀がやられております。若い選手が助けに入るんですけどもどうしようもありません。そしてリング上では大森とスレーマがやっております。また行ったまた大山カメラマンに対しまして市内攻撃ダンプ松本いやもう今日のダンプはめちゃめちゃという感じであります。そしてまたも長堀が捕まったまたも長堀が捕まっております。リング上ではスレイマそして大森がやっておりますがダンプはもうどこをリングと思っているのか。会場全体がダンプにとってはリングでありますマットであります。すごいすごい今日のダンプ松本みゆきちゃん大丈夫だったか。はい、いやもうね、めっちゃめっちゃでしたからね。いかがもう放送席がめちゃめちゃになりましてね今ちょっと暖かく気をしてるんですけども清さん、はいはい、ねえすごいでしょ。驚きましたね。何か清さんの顔見た途端にですね往年の血がね騒いできたみたいダンプは、はい、必ず暴れるんですよ、ね、ゲストによってねダンプ松本はねゲストによりアイブリが変わっちゃうの。あらら、さあリング上は今大森とそれからスリーマンになっております。一息入れておりますダンプ松本。しかし今日のダンプ松本は本当にもう5年の迫力とさらにそれを倍化したような勢いであります。いやまあダンプはいろいろ言われてましたけどもね引退の前にこれだけの人暴れファンもですね改めてダンプのその魅力というんでしょうか
迫力を感じ取ってたでしょうね。あのダンプはあの私も小さい時にあの知ったんですけどね、はい、あのお正月に火傷をしちゃいましてね、あの日光で大して見えないんですけど、右の太ももが、ね、大きく火傷してるんですね。あ、そうですか。それでそれが痛くてね、開幕戦の時にやるとすごい大変で、だんだん少し良くなってるみたいなんですけど、まだ動くに、動くのには自分でないみたいなんですよね。でもそれでもあんだけの動きができますからね。なるほど。まあすごいなと思いましたけど、はい。そしてリング上は大森と、そして末山であります。大森末山の一戦です。しかしまああのダンプが一暴れしたんでね、ちょっとあのリングのレスリングの方に私もあの目をやっていなかったんですけども、豪華なこれ顔ぶれですね。そうですね、はい。大森末山、一人ダンプ松本、長堀和江。さあ大森がねロメロスペシャルというこれから大技を披露しようとしております。スレーマも十分知っているでしょう。さあ、綺麗ですね。大森ならではといった感じ、綺麗に大技が決まっております。リング、おっとまたダンプ松本入ってまいりました。今日はダンプはタニアのカメラの大山カメラマンを狙っておりまして、大山カメラマンがダンプのあの表情を映しに行くとすぐに市内を振りましてね、この辺りもかつてのダンプ松本が復活しております。群馬県の桐生市民体育館。さあ今度は大森が強化攻撃にやっております。ロープを利用し、そして市内を持ち、ダンプ松本またしても場外であります。またしても場外で一暴れ。さあ市内を使いまして一暴れであります。何かあの今年の後楽園第1戦ではリングに上がって市内を着地に投げましてね、もうあの強化攻撃はしないというようなダンプ松本のねファンに対するアピールだと思ったんですけども、全く違ってましたね。そうですね、まあ、ダンプ松本はですね、はい、とにかく極悪をやめるときはね、革ジャンを脱ぐときだというふうに言ってましたけどね。なるほど、はい、最後までやはりダンプらしいレスリング、ダンプらしい生き様というんでしょうか、こういうものをファンにアピールしているに違いありません。ダンプ松本、さあダンプダンロープに上がった。そして今面の選手が一人出てまいりました。ヒップロップ、そうです。さあカウントが入りましたが、カウントは2であります。この試合は30分1本勝負作戦です。またも好勝負高に打ち付けております長織風。さあ大森に今タッチを求めに行ったんですけども、大森もコーナーで横になっておりました。伸びてました。その大森を捕まえてロープに振った。さあおっとこれは絡みだ。長織が下に落ちた。そしてスレーマが行く。おっとスレーマも落ちた。さあ大森が足を取られた。大森が足を取られた。またも地面中段が大森を襲っております。そして向こう側、あー向こう側では、いやー場外戦になった。なんで分かるか、場外戦になります。いやこれはもうどうしよう。あー伝わらない。放送席に今雪が飛んでまいりました。放送席に雪が飛んでまいりました。スレーマもすごいですね。ダンプに負けておりません。今日はあの興奮してますよ。完全に興奮している。向こう側ではダンプ松本、こちら側では大森とスレーマ。あーっとボンズが鳴った。ボンズが打ち流されております。桐生市民体育館大乱戦、大場外乱闘が展開されました。三宅くん、こちらもめちゃくちゃだったけども、三宅くんのところも大変だったみたいですね。いや、やられましたね。最後にやられたね。うん、いや今日はむちゃくちゃでしたね。むちゃくちゃでしたね。今日はむちゃくちゃむちゃくちゃ、そしてね、かつてのダンプのままでしたですね。もうかつてのダンプ以上でしたね。あっという間に返しに引き上げていきます。ダンプ松本、まだマイクを持っている。まだマイクを持って吠えております。ダンプやります。今日のダンプは往年の迫力。いや、まああの放送席から遠くへ行ってくれたんでね、懐かしいっていうな感じも出ますけども、ダンプ松本すごいですね。大丈夫だった？あ、なんだ、キュウさんどうしたんですか？いやいや、マイクがどっか行っちゃった。どっか行っちゃったんじゃない、やられてますよ、完全に。見てください、これ。ねえ。先っちょがないんですよ、いやいや、ちょっと待ってくださいよ。またダンプが、花道からですね、こちらの方に来ますよ。いやー、もうあの、逃げた方がいいですよ。いやー、遠かった。長織も動くか。長織も場外に動くか。いやー、ダンプが来た。ダンプが行った。いやー、ダンプ本気だ。まだ、あーっと。
古江中野がいます、近藤斉藤がいます、そしてもうね覆面の極悪同盟の集団がダンプ松本を守っております。いくら長堀が行ったってどうしようもありません。平田もやられました、若い選手もやられております。またも放送席に長堀を連れてまいりました。あーっと、いや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 、これはもうどうしようもないですね。あー、徹底的にやられております。あー、もう解説の宮本さんまでねやられました。ちょっと、大森が悲鳴を上げております。大森が悲鳴を上げている。平田がやられる。ダンプ松本場内を席巻、場内を席巻しております。今日はめちゃめちゃダンプ松本、いやそれにいたしましてもダンプ松本の大迫力であります。場内はもうあぜんとしております。次から次にと極悪同盟のテーマが実に響悪く鳴り響いております。群馬県桐生市民体育館、今度は古中の登場をしてまいりました。古中の先導にいたしまして、またも覆面選手の入場であります。またも覆面選手の入場であります。青コーナーは上地の選手、ブルー中野とそれからあと2人同じような覆面をしております。いやもう完全に放送するのがやや疲れてまいりました。何が何だか分かりません。音楽が変わりました。今日のメインイベント60分一本勝負、赤コーナーに登場するのは大ウルターズか小倉由美、小倉由美か。またこの試合もちょっと嫌な予感がいたします。まず赤コーナーは小松田が先頭であります。そして地元桐生出身の小倉由美、そして最後に大ウルターズが登場します。乃木初めて飛び込む一本勝負を行います。あがこない下旬ゆめちゃんの小松美香、そして下旬ゆめちゃんの小倉、暖かいケープが今ふるさと桐生市民体育館各校を行われました。小倉由美の紹介です。そして最後は大ウルターズに対しまして青いテープが飛んでおります。選手紹介も誠に華やか。さあこの辺りからちょっと分かんなくなりますよ。ダイナマイトベア、ダイナマイトクイーンという紹介でしたね今ね。はい、そして今ブル中野が紹介されております。あの最初に紹介されたダイナマイトベアの方が右腕に白いサポーターをしている選手でいいですか。あ、そうですね、そうですね、そして膝のサポーターにですね、はい、ちょっとあそうですね、白いマークが入ってますね。そういう風に見ておきましょうか、はい、それからダイナマイトクイーンの方が今向こう側ですね。はい、さあまたこれ実況中継がややこしくなりますけどもね。まああの私も先ほどチャッターの耳にしたんですけども、どうやら極悪同盟は新しくですね、ダイナマイト1、ダイナマイト2、ダイナマイト3というですね、トリオを決めるみたいなんですね。そうですね、はい、まあ、ダイナマイトトリオ、まあ覆面軍団ということでしょうね、はい、ですからダイナマイトキーンがおそらくダイナマイト1だと思うんですけどね。ダイナマイトクイーン、ダイナマイトベアーがどちらが2でどちらが3なのかは今のところはっきりしておりません。さあ試合が始まりました。赤コーナーは3人攻撃でまず点を制しました。今攻められている方はそうしますとダイナマイトクイーンということになります。いきなりジャイアンツイングを待っております。ダイオネサーカ、いやー三宅君、はいはい、
またあの極悪同盟、ね、覆面の選手が2人登場してますね。セコノにはもう1人いますからね、またこの辺りどこで変わってくるか分かりませんね。分かりませんですね。はい、まあとにかく顔が見えないというんでやりたいことをやっております。極悪同盟であります。さあ小松美香、小松美香から、あ、今あのコーナーでダイナマイト、これは、白いサポーターが巻かれておりました。ベアの方ですね、はい、ダイナマイトベアが現在はリングの中に登場しております。青コーナーであります。さあ小松美香が捕まった。そして髪の毛を持たれて今叩きつけられました。どうなんですかね、あのファンの皆さんも一体この覆面の選手は極悪同盟の誰かということでテレビをご覧になりながらですね、実はあの体型なんか見てると思うんですけども、ジャガー、はい、やはりあの今日のこの試合で影薫とか、はい、それから今までいた岩本久美子とか、はい、あるいはドリル中前とか、こういったあの顔ぶれがですね、はい、素顔には見られませんもんね。そうですね、体型から言っても、はい、この主人じゃないでしょうかね。主人がですね、やはりマスクをかぶって新しい時を結成したと、こういうふうにあの見てもいいんじゃないでしょうかね。そうですね、そうしますとですね、大体あの分かってくるような気がいたします。断言はできませんが大体分かるような気がいたします。さて、ブルナカの登場です。小倉由美との試合になりました。先ほどもお伝えいたしましたが、小倉がこのチリの出身でしたよね。ジェロさん、はいはい、あのこちらにね、小倉選手の、お父さんが、それからお姉さんと弟さんが、はいはい、ちょっとお話を伺ってみたいと思います、はい、お願いいたします。お父さん、こうやって生でご覧になるのはどのぐらいぶりですか。そうですね、もうこのとこ今月ね、後楽園行きたかったんですけどね、なかなか行けなくて、去年のプレーちょっと見たきりなんですよね。結構お父さんも好きで1年間に結構ご覧になるという話を聞きましたよ。そうですね、15、6回、20回までいかないと思いますけど、お母さんいかがですか、生でご覧になって。ただ心配ですけど、怪我しないようにちょっと頑張ってます。で、あの由美さんはあのこの間20歳の成人式ということで2人うちで、あのお祝いしたんですけどね。なんかもう晴れ着もしたみたいですね、小倉選手は。で、ちょっとまだあの写真を撮るんで、写したのはできないんですけど、スナップ写真を今日はあの持ってきてあげたんですよね。どんな晴れ着姿でしたか。体格がいいから。でも、まあまあだったと思います。そしてお隣、よく似てらっしゃいますね、お姉さん。僕はさっき妹さんですかって言ったら小倉選手に怒られました。そうですか。どんな妹さんですか。そうですね、割と気が強い妹でした。じゃあプロレスには向いてると思ってらっしゃる。そうですね、性格的に、はい。お姉さんはダメですか。ダメですね。それからこちらが弟さん、はあはあ、ハワイでお土産はいただきました、小倉選手から。はい、一生懸命悩んで選んでましたけども。どんなお姉さんですか。あんまり帰ってこないんで分かんない。じゃあ1年間にあんまり会うことはない、はい、去年は何回ぐらい会えました。3回ぐらい。こうやって試合を見に来るのは何回ぐらいですか。あんまりないです。今日はですね、ぜひ応援してきてください。もう今日はね、家族の皆さん、それから親戚の皆さんも集めて30人以上はいらしてるようですよ。あ、そうですか、はい。まあ、あの故郷に日記を飾るという言葉がありますけども、しかし選手にとってはふるさとでの試合っていうのは案外精神的にじゃがやりにくいもんなんですけどね。そうですね、はい、あの今日小倉に緊張してるなんて聞いたら、新人の時よりはだいぶマシになりましたね。そうしましたけどね。しかしその小倉がですね、徹底的に極悪同盟の集中攻撃を受けております。小倉由美がもうほとんどですねタッチできませんでね、集中攻撃を受けて、ちょうどあの小倉選手のお父さんお母さん、それから兄弟の紹介が三宅アナウンサー終わったところでですね、今場外に突き落とされてしまいました。小倉由美であります。さあカウントが続けられております。60分1本勝負、6人タッグマッチであります。小倉由美選手がこの桐生から女子プロレスに入っても6年ですね。はい、そうですね、東中学を卒業して入ってきたんですね、はい、今日はその東中学校時代の同級生も数多く会場に姿を見せております。そして天田レイブン選手がそのまた東中学に入って小倉選手を慕ってこの女子プロレスの門を取っているわけであります。さあリング上は依然として小倉由美、まああのずっと攻められっぱなしで、このところいいところを見ておりませんが、ようやく今
ジャンピングニーパッドが炸裂いたしました。そしてダイオネサースが登場であります。さあアースが今ロープに振った。今ダイナマイトベアーが登場しておりますリング上。そして今度はどうするか、ブレンバスターであります。ブレンバスターだ。そして今度は大村が行く、小松が行く、エルボーロップを落としました。3人の鮮やかな連携攻撃です。小倉由美選手なんか、みゆきちゃん、はい、どういうふうに思ってますか。やっぱりね、同じ県の県の人たちってやっぱり頑張ってほしいですね。ああ、そうかそうか、同じ群馬県ですもんね、しかもかつてみゆきちゃんも女子プロレスラーになろうなんて思ったこともちょっとあったねえ、ファンクラブに入っておりました、一歩間違えたら、はい、本当本当間違えたらじゃなくてはい、そしてジェスさん、はいはい、ライオネサースが登場してますけどもね、はい、相変わらずのクラッシュギャルズ人気ですね。すごいですねやっぱり、はい、このライオネサースもね、はい、去年1年はねちょっと元気がなかったんですよ。あ、そうですか。ようやく後半復活してきましたですけどもね、やはり長いブランクがありました。いやしかし見てると手に汗握りますね。はい、いやいやすごい迫力ありますよ。そして今フル中野との対戦になっております。カウントが入りますけども、クロス2であります。さあ今日は赤コーナー青コーナー選手が目まぶしく入れ替わっております。さあ今度は小松がいった。この襟型では小松独特のもんであります。もう一回ロープに振ります。さあ、あーっと綺麗なキックが入りました。なるほどね、小松もなかなか鋭いキックを飛ばすようになりましたですね。そして今度は横に落としました。さあどうか、ニードロップから押さえ込みの体勢でカウントは2であります。まあ体も決して大きくはない小松美香としてはなんとかカウント3を取りたいんですけども、早い動きがなくちゃどうしようもありません。そして今オブライブに立ってやります。さあ今日は家族そしてファンがこの桐生市民体育館小倉由美声援のために詰めかけております。おっとブルー中野、さあ体勢を入れ替えた。今度は小倉由美コーナーに持っていかれました。そしてダイナマイト2-3の登場であります。ダイナマイトキングがダイナマイト1であります。そしておそらくこのダイナマイトクイーンとダイナマイトヨーが2-3ということになるんでしょう。ダイナマイト1-2-3とまた極悪同盟新しく3人のマスクをした選手が登場してまいりまして、もう放送席は完全に拡散されております。さあこの選手はダイナマイトクイーンであります。今横に落としました。ダブルアームスープレックス、そしてオブラ危ない、オブラ危ない、カウントカウント2カウント2、今の小松はうまかった。あのままだったらカウント3完全に入ってましたね宮本さん、さあ小倉としては今日は大勢のファンの前で何としてもいいところを見せたい、お父さんお母さんにもいいところを見てもらいたいんですけども、ちょっと苦しくなりました。当然青コーナーとしてはこの小倉由美に集中攻撃であります。小倉にとっても今故郷での華やかな試合ということはありますけども、しかし実際はですね本当に厳しい状況に置かれてますよね。そうですね、はい、まあその中でのね故郷の試合プレッシャーもいろいろあると思いますよ。はい、今なんかも危なくカウント3を取られるところでした。まあ出てきた時からねその独特なガッと、それから体は小さいんですけどもファイト溢れる戦いぶりで一躍注目されました小倉由美であり、ドラマにも若い時から出たりいたしまして多くのファンを持っている小倉由美であります。しかしジャガー、はい、レスラーとしてやはり大きな壁にぶつかってね、ちょっとその壁を越えるのが一苦労ですもんね。そうですね、はい、ジャガーなんか今この小倉には先輩としてどういったアドバイスを送ってるんですか。そうですね、とにかくまあ、さっき家族の方がね気が強いって言ってたんですけどね、はい、私にはまだまだ足りないんじゃないかなって気がするんですよ。家族から見てなんだ。そうですね、うちの会社ではまだ足りないんですよね、はいはい、もうちょっと欲を持ってやればもっと伸びていくんじゃないかなと思ってますけど。そうですか、はい、はい、さあ場外戦になりました。そしてライオネスアスコもコーナーで他にキックを浴びておりました。苦しそうな表情でした。
結局あの小倉由美がですね場外に押されてしまいまして、五角同盟の面々が襲いかかっております。あーっと、こちらの放送席ではみゆきちゃんが思わず声を上げました。小松美香であります。そして向こう側では小倉由美が徹底的にやった。あーっと、いやー、ちょっと待ってくださいよ、小倉由美が大変なことになりました。ブルー中野が小倉由美に何ですかあれ、タッチロープですか、ロープを使ってるんですか、タッチロープを使いまして徹底的な反則攻撃。そして小倉由美のすぐ横がですね、あれお父さんお母さん、それからあの、お姉さんでしたっけ、目の前でしたね、はいはい。さあバックを取られました、バックドロップを取れました。そしてブル中野が行く、カウントカウントにカウントに危ない。今日は小倉由美なんかあのふるさとでいいところを見せるところか、徹底的にやられてますですね。しかしね、こうやっぱり二枚越しで頑張ってほしいですね。まあ、あの粘っこいのは定評があります小倉由美であります。気の強さについてはどうもあのお父さんお母さんと、そしてコーチジャガーの目とは違うようでありますが、しかしとにかく粘っこい粘っこいファイトには定評があります小倉由美。さあなんとかコーナーに戻ろうというところ、今日はあの小倉由美にはですね心強い味方がついてましてね、今バイオネスアースカが懸命に手を伸ばしております。しかし届きません、これ見よがしですね。ブル中野、はい、ブルなんていうのはこういうあのいじめ方っていうのはうまいもんですね。本当ですね、もうあの素晴らしいぐらいね、素晴らしいぐらいですよ。故郷に日記を飾って今日は大変な注目を集めている小倉由美に対しまして徹底的ないじめ作戦に出ました。そして赤コーナーの音体、あーっとバイオネスアースカうまかった、うまくかわしました、3人の攻撃をかわした。思わずみゆきちゃんが拍手喝采であります。そして小松が飛んだヘッドバット、強烈な宇宙ヘッドバット。そして今度はライオネスアースカ放送席前のトップロープが飛んだミサイルキックであります。いやようやく胸がスカッとするような攻撃、赤コーナーに見られます。そして今度は小松美香が、あーっとこれは空振りでした。さあダイナマイトベア、そしてダイナマイトクイーンが登場してまいりました。下に力を合わせます。またも、またも大村が標的か。大村、うまくかわしたか。やーっと、うまかったいなかった誤爆であります。さあ、ダイナマイトベアが誤爆だ。そして、これも誤爆だ。思わずキック入った。さあ、誤爆が行く。そして、大村がこのまま回転エビ固め、ハイローカウント3です。鮮やか、逆転勝利。小倉由美、鮮やかな逆転勝利でした。おごったのがブル中野、ヌンチャクを出しました。何かヌンチャクを出し忘れておりました。いやいや、しかしもう勝負はついております。60分1本勝負、小倉由美鮮やか、相手の感激をついて一瞬の回転エビが止め、鮮やかに決まりました。いやちょっとあの小倉由美いじめがねどうすぎたようなところもありまして、一瞬の隙を突かれましたですね。まあ大村君もね、はい、もうこのまま引っ込めなかったですね。本当ですよ。しかしですね、その小倉に対しましてまだあのブル中野がヌンチャクでね強気攻撃を仕掛けております。いや今日は徹底的に桐生市民体育館小倉の本拠地で小倉いじめを起用としておりました極悪同盟でありますが、その作戦は一時は成功したかったんですけども、最後の最後爪をかいてしまいました。まあしかし小倉がですね勝って何かあのへたり込んでますよコーナーに。本当ですね、まあしかしあれだけ集中攻撃を行うとね、はい、まあダメージは大きいですよね。そうですね。しかしまあ今日はね小倉が本当によく前線先頭をいたしました。桐生市民体育館でした。よくやったというライオネスアースカありがとうございましたという小倉由美であります。まあ毎年1回はこの桐生市民体育館で試合をやるんですけども、しかし今日の小倉由美はなかなかのいい試合でした。宮本さん、はい、まあしかし今日はですね